先生版タイガーファンディング夢に踏み出せまじで,で多分ね<ー>その僕らは分からないですけど、はい、多分その品評されるその,、はい、その業界の方々から多分本当に評価されてる人なんだろうなと思いますね、はいはい、だから多分彼女が、まあ、いつかは分からないですけどもしかしたらねあの後世になってから評価される作品かもしれないしうん、うん、それは自信があるっていうことですよね。そうですねはい だからそこがすごいですよね逆に言うとみんなだってね、はい、名前売ってこうってしてんのにいや私は名前変えても作品が勝手に売れるからっていう,うすごいですよね,ねまあある意味プロに振り切ってるよね確かにねいや天才格語、ね、次第だよね多分ね格語次第だと思うなこの脚本あい,いですか、はい、この脚本ですとか、はい、あのさっき脚本でその賞取られたりですとか、はい、仕事で YouTube の企画の仕事とかもやられてらっしいじゃないですか、はい、こういうのも基本的に何かこう出されたものが割りこう 脚本に限らずいろんなものすか毎回そうですね,なんかそうですねエッセイとかも出したりもしてるんですけどうん、うん、それもまあ大賞を取ったりしたこともありますしうん、うん、でなんかその経歴のところに書こうと思ったんですよ「何々大賞を取った」とかでもすごいお恥ずかしい話なんですけど何年に何を取ったっていうのがあんまり覚えてなくて。取りすぎて <laughs> 天才タイプや 受験生版にふさわしい人なのかな。芸術版タイガーにちょっと違 <laughs> 誰かやらないあの東京芸大には、はい、の大学院には、はい、もう絶対受かるんですか。はい、えっと実は2021年に1回受験してまして、はい、一時一時選考は受かってまして、はい、でもその時ちょっとお金が足りなくて、うん、受験費用だけは出せたんですけど、はい、入学金が出せなかったので。はい 一体辞退してで面接を受けなかったんですけどなので作品自体はもう受かると思ってますですよねだから一時さえ受かっちゃえばもう絶対合格なんですよねこれ。ないですけど、はい 株式会社クルイト大浜ゆうき大学在学中にカンボジアで起業現在は教育格差をなくすべく全国で受講できるオンライン学習塾「君のスクール」や月間数百万人が利用する子育てメディア「ママの手」を運営今宵教育協会の革命児は志願者の才能を引き出すのか来年度は難しいかもしれないですけど、はい、再来年度はほぼ自力でも行くことはできるってことですよねそうでですね再来年度だったら多分自力で行っ けけるとは思うんですけど <laughs> 正直な話その再来年度まで自分が待てるかっていうのがあってそ<う>その自分の病状とかも分かってるんで今は元気なんですけど、うん、再来年度までで元気かは分かんんないんですよねもうこの病気17歳からなってるので、うん、もう14年間なんですけどだからもうずっと波があってもう1年間動けない時もあれば。 まあ半年はなんとか頑張れってまた半年寝てる時もあってでそういう波がすごいのでなんかうまくその来再来年度までこう,うまくいってるかが分かんないですよ健康状態がもっていかたいと思ってるし前向きですけど来年になったらやっぱちょっと行きたくないかもみたいなな,なる可能性もあるとかころですよね。 病状的な問題なんですけど、やっぱ体が動かなくなる時があって、体が動かないともう本当にトイレ行くのも難しい状態になっちゃって、そういうのを経験してるんで、うん、その今行かないともう二度と行けないかもしれないっていうのがずっとあります。障害者手帳も持ってて日級もらってます。あの感情障害型っていうのは、はい、要するにえっと統合失調症と躁鬱、はい、のミックスみたいな感じですもんね。ねはい、だからまあ。 たまにこう統合失調症側だと幻聴とか幻覚とかが見られたりとか。はいはい、あとやっぱ、こう感情の起伏がすごい激しいというか、うね、こうダウンの時とアップの時とか。あるっていう感じで、今はだからアップよりってことですよ、どっちかというと。そうですね。今はなんとか、普通ぐらいですね。なんとか保ってる感じはあります。やっぱりその先生とかからも、やっぱりその結構。 まあ抑うつが強い時とか、うん、あとはやっぱ逆に「ハイの時って、はい、あんまり大きな決断しないようにって言われてると思うんですけど、はい、そういうのは今「ハイではないなって感じなんですかねそうですね結構自分の体験としてあの嫌な話なんですけどだとと本当に死のううすすするんですよああそうですよよ、ね、あそうですねはい、はい、だからそれがないのであ死にたくないって気持ちがあるので,<ー>でだから「ハイではないかそう状態ではないかなっていうのがあります。ででダウンのはは動動けけなないいいって感じです それでも17からずっとその状態でも、昭和とりあえずけてこられたってことですよね。そうですね。はい。うやけどね、そういう病気があるから、こ多分天才的な。確かに。多分そう思います。そうなんです。僕絶対そう思います。うん、やっぱりその本当に天才的な人って、そういうバックグラウンド、そういうのをお持ちか。まあ、あとは薬やってか。そうですよね。そう。太宰治とかもそうですよね。ああいう作品書けるのは病気だからですよ。うん。まあ、そんな中、一つだけ現実的な話をさせてください。はい。あの、これ投資を受けるときに。はい。 例えば、一人が百万円ボーンと出す場合もあれば、はいはい、簡単に言えば、五人が例えば、二十万ずつ出す場合もあるわけじゃないですか。二十、はい、万出した人には、二十万相当の仕事で返すんですかね。えっと。 そこはかう決まってるんですか、ね、<laughs> だから100万円一人が出せばじゃあその人がまあこんな仕事してほしいよって言えばそれにお答えされるんだろうけどなんか5人から均等にお金受け取って20万のこの人にとって20万の仕事がどのぐらいの仕事なのか僕にはさっぱり分からないのでなんか負荷をかけちゃうことにならないかなとかいろいろ思っちゃうんですよね。あの私のの中でもしこの 5人の方がお金出してくれるってなったら例えば20万20万20万だとしても、はい、すごいありがたいいいい話じゃないですかはい、もちろんいくらでも何でもしたいっていうのが気持ち的にはあって100万円相当とか20万円相当の仕事をしますっていう気持ちはなくて、うん、もう要求されたらもう何でもやりますっていう気持ちがあるので何でも言ってください <laughs> って言われまます。 全かだから木下先生だったら、はい、どんなことを頼みたいですか彼,彼女に。いやいや今までちょっとことなかったけど今そう言われて「はい、ジャガー横田物語の」の脚本もちろんやりたい,い,いで,すですね。はい、お話さなんんなかある いや僕はそれやっぱイメージわかないんで、うん、むしろ来年度以降キャッシュフローが回るんだったら融資とかの方がいいんじゃないかなと思いましたね。伊沢さんは？いや同感ですね。なんか今やってる YouTube の企画もあんまり僕はないので、融資の方がありがたいですね。<ー>小松さんどうですか？僕は実は。 詩がすごい好きなんですよ黒田三郎を敬愛してましてはい。なんですか神風さん今空で言えるぐらい好きなんですけど僕がちょっとこういうテーマで作品作ってくれたらで全然いいかなってもちろんやらせていったテーマだけ設定 僕も詩を書いてほしいですね。いや、う、ドラ、ドラゴンの詩。嘘でしょ。間違いなく詩を書いてほしい。いや、詩、理解できる先生。君らみたいな、テーブルな人間にはわからないんだよ。詩の素晴らしさがわかる。嘘って書いてる。いや、いや、やっぱ、教倫大学の時に、詩の素晴らしさを分かってほしい。いや、いや、いや、あの、ちなみに、二人のために言っとくと、これ、融資に変えるのは NG ジーです。あ、そう。彼、彼女が投資って言ってるんで、融資しか出せないんだったら、ナッシングでいいです。 でさっき、あのー、聞いたんですけど、はい、その例えば、このテーマに関する詩を書いてほしいっていうことはできるんですか。かできます。それはできるんです、ね。はい、これは詩事みたいな。あ,あんまり、なんか、そういうのはなくて。ああ例えば、詩。 テーマがビデオだったらビデオでかけるんですか。勝ちます。えー、ビデオ。はい。いやつま。それすごいですね。いや,やっぱりジャガイアゴタ物語ですよ。いやなんかもうごっちゃんです、ね、いいんじゃないもう。そういう人が何てかうなんて。いやだか僕も僕も今聞いてるず思ってるのは。株式会社モノリスジャパン代表岩井義明令和の虎チャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる志願者の思いや人柄にペットするそのスタイルはまさに永遠の。 応援団長志願者や虎時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる。魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのか？うん、僕はあの5年ぐらい前にあの初めての著書を出したんですけど、はい、それを元にして去年あのあ今年の春か大阪で舞台やったんですよ。うんうん、で、これも当然脚本家入れてるんですよ。で,すよね、で、ちょっとお金払ってるんですよ、はい、で。 彼女がもし同じようなことをやってくれるんだったらなんかすごい素敵なものになるのかなとかそういうイメージが自分では湧くのは湧きますそれはいね。はい、普段ガチですけど台本あり版受験生版タイガーファンディングで一回脚本ななるほど脚 <laughs> <laughs> 本ありのね <laughs> あ、台本ありのね <laughs> 確かに和やかな空気で進むタイガーファンディングしかし 決定的な一撃を打ち込めず膠着状態は続くいざ迎えるラストステイトメントはい、そろそろ時間も来ましたのででは高橋さん最後にもう一言だけ皆さんの方にアピールをお願いしたいと思いますはい、はい、ラストステイトメントですはい、えっと、たくさんお話を聞いていただきありがとうございました えっと自分のことはもうお話しさせていただいたのであとは結果だけなのでえっとぜひよろしくお願いいたします。はいありがとうございます。では最終決断に入ってまいります。細井さんからお願いします。僕は結構好きでしたね。とりあえずちょっと20万円分あのお仕事をお願いしたいなと普通に思います。はい。 やっぱり皆さんにはね、あの天才の思考というのが分かってないようなので、<laughs> 俺が教えてやったかなっていう感じですね。<laughs> <な>ありがとうございます。そうですね。はい。いや天才じゃないのにわからんでしょ自分も。な、いつみ。はい、そうです。ははい、小林さん。はい。えっと僕も二十万円出させてください。えっと、そうですね。結構僕途中で。 大意夢あるんですかみたいなことを聞いて将来の夢もないでしょっていうちょっと,こと聞いたことが逆に申し訳なるぐらい今もうスキルをお持ちなんだけど何か多分い何か突破したくてむしろ今ナーナーになってるっていうのは今自分が作ってる作品のレベルはむしろルーティンで作れるようになっちゃったからそこから進化したいからまあ何でもいいから環境を変えたいって話なんだろうなってことに逆にすごい共感をしたのでちょっとはい出させていただいて何かの脚本をはいいお願いします。では伊沢さん 難ししいいやーちょっと10 10出します、ね、ああなんか、えっとまあ、さっきお伝えした通り何のお仕事を任せられるかなって全然イメージ湧いてないんですけど、はい、なんかナッシングになるのは違うなっていう気持ちが一つと、はい、なんか逸見さんと高橋さんとつながり続けたいなっていう気持ちがあったので、はい、そういう10万円で出させていただきますしん はい、すみません、ナッシングのお願いします。はい、そうですね、やっぱりちょっと最後まで大学院に行くっていうところが、ちょっと自分の中でこう腑に落ちなかったって。いうのと、その何かこう思いがない中で、こうお出しするっていうところが。このお金が何に使われるんだろうっていうところは、ちょっと見えづらかったので、はい、ナッシングさせていただきました、はいはい。ありがとうございます。はい、現在50万円まで積み上がっております。彼女の希望金額は100万円です。はい、ではご枠、ごわく木下先生、いかがでしょうか。はい。 僕はやっぱり先ほどなんかクり返してますけどもう大学院なんか行かなくてねもうプロで振り切っていいなと思うんですけど、まあ、多分ね僕が出さなくても絶対ワイヤー出すと思うので全額、はい、100万円ですはい<ー>えー、ということで木下先生から全額の100万円が集まりましたとりあえず勘定ホールですおめでとうございますありがとうございますはいえーとではですね えっと現在150万まで積み上がっていまして、エクシードはわかりますか？はい。もう自由に自分で選択権あなたに移ったので決めていただきたいんですけど。はい。決まりますか、はいはい？はい、決まりました。はい。じゃあよろしくお願いします。えっとお三方から50万円いただいて、はい、木下先生から50万円でお願いしたいです。わかりました。はい。では改めて整理しますと、細井先生から20万円、小林先生から20万円、そして伊沢先生から10万円、残り50万を木す 広瀬先生からってことになりましたのでよろしいですかいいですけどそんだけ仕事増えますよいいですかもちろんですやらせていただきたいですジャガー横田物語100万で受けるっての手もあるなの全然書きますよかったですねよかったですね嬉しいですはい。じゃああの受け取ってくださいまずはよろしくお願いしますぜひ頑張ってください頑張ってくださいありがとうございますはいありがとうございます はい、今日の感想を一言いただきたいと思いますすごく楽しかったですありがとうございました、はい、改めておめでとうございましたおめでとうございます <laughs> 才能と実績を示し戦い抜いたタイガーファンディング戦いの結果は見事完全オールで終幕新しい未来をつかみ取るため虎たちとの議論に挑んだ志願者 柔軟な対応を見せながらも曲げない信念を貫きトラたちの心を動かした学びを叶える新たな挑戦は続報を待て主流製版タイヤーファンディング志願者募集中交通資料もあるよ詳しくは概要欄から